見ればね、それとか撮影大丈夫ないとかやちょっと相談してもいいですか、うん、すいません、こんな時の、うん、なんかちょくちょく竹美馬さんにはご相談とかしてたんですけど、うん、新メンバーで入って、うん、3人のリズム感、うんうんうん、なんかやっぱりついていけないなって感じることが多くて、うん、もう何回かしてきて慣れるかなとか思ったんですけど、うん、なんか慣れてる感じがなくって、うん、今日もなんかうまくできないし、うん、なんかどうしたらいいかなと思ってて、うん、全然いいよ、うん、いやなんか YouTube 撮影の前なんか嫌になるんですよ。あ、そう。ちょっと憂鬱になるみたいな感じよね。なんか、なんかもね、相談受け取るもね。なんか面白い、皆さん面白いから、うん、面白いこと言わなきゃみたいな感じで思っちゃって、うんうん、でもなんか面白いこととか言えないし、うん、振られてもなんか、うん、なんか違ったなみたいな、滑ったなみたいな、うん、感覚があって。でも前もほら、あの、なんだっけ、本社で相談とか個人的に受け負ったやんか。その時にさ、こうなんかいろいろアドバイスとかしよったら、こうしたらいいよとか、周りの方々がやってくれるけん、重く考えんでいいよみたいな。それでもやっぱ、思う。実際今日、うん、もしてみて、うん、そう思ったってことは、そういうことなのかな。なんか正直役に立ててないなって思うんですよ。なんか私を新メンバーで選んでくださってるけど、うん、なんか私である必要がないなってなんか思っちゃって。でもね、みんなで頑張ろうって決めたことやけん、ちゃんと仕事として責任持ってやるべきやし。なんかでも私、うん、なんかスパスパするキャラじゃないっていうか、うんうん、結構元からゆっくりのタイプなんで、うんうん、そのこうバン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 ポン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 会話とかできないし、うん、でもそれってでも自分でこう変わろうみたいな努力しよる。なんか皆さんと同じ気持ちじゃないっていうか、皆さんはもう一番初めから、ね、一緒にレベルアップっていうかしてきたと思うんですけど、私は一人でしてる状態なんで、なんかそこも考えてほしかったです。うん、うん、はい、実はドッキリです。結構緊迫ムードですね。泣いてましたね。はい、泣いてみます。すごい演技ですよ、全部。これまであのドッキリをやってきたんですけど、なんか、はい、まだ一回も成功したことないんですよ。あ、バレてきたんですかね。はい、もうすぐ笑われて、あ、大根役者と言われてます。うわ、ちょっと心配ですね。メガネの小口店長が鋭いんですよね。伊勢山課長と二人ドッキリにはめたいと思います。はい、本当に思わないでくださいね、すべてね、はい、あれなんで、演技なんで、演技です。そこは本気で捉えないように。続きをじゃあお楽しみに。はい、でもなんか今日も撮影中さ、ほらなんか途中で伊勢山課長と言おったけどため息ついたりとか、なんか空気ちょっとなんか壊すようなことはさ、まあ、でも自分で無意識にしとるとこもあるけん、そういうとこもちょっと分かっとった方がいいし、なんか頑張ろうってなって撮影終わった後になんかそんなネガティブな発言とか毎回されるとさ、こっちも雰囲気壊れるし、うん、最初みんなじゃない？なんでこういう時になんかそういう感じになるんですか？なんかそこまで泣くかなと思って。そんな本当の中では、あれやったよな、あのすぐ泣く。
もうすぐ泣くんですよ、本当に本社で。え、でも栗山さんにも設計部ミーティング中とかでも泣くので、本当にちょっとそこはちょっと私も存じ上げないんやけど、まあ、でも、もう2年目経っとるし、なんか新入社員っていうなんか肩書きでずっとおるのも、なんかそこはもう自分で自覚して切り替えんといかんことやし、社会人としてね、なんか甘えてばっかりじゃおられんと思うし、そこは、でもなんかもう本気でやりたくないならもう降りてもらっていいし、普通に YouTube 撮影とか、そう思います。同じ気持ちですか？同じ気持ちですか？同じ気持ちですか？なんで、まあ、山田さんがこれで悩まれてるっていうのは、まあ、正直私たち3人がちゃんとサポートできてなかったっていうのもあるかなとは思うんですけど、でもなんか毎回毎回こういうふうなちょっとなんか相談は受けてるので、ああそうなんだね。ちょっとは自分で変わろうとしてくれんと、もうそれで苦しいと思うぐらいやったら本当に YouTube 撮影せんでいいし、メンバーから外れてもらっていいけどね、こっちは。選ばんどけばよかったなって思われるぐらい、思われちゃいかんと思うけどね。気持ち的にどう？続けたいけど、その続けたい意思はあるけど、ちょっとどうその変わっていったら、そのこの変わる努力をしなさいってこう言ってるけど、どう変わっていったらいいかがちょっと今わからない感じ。なんで私が変わる必要があるのかなっていう気持ちですね。今現時点で思ってるのが、はい、なんかこう周りからのサポートでしてもらおうっていうのがなんか見え見えやけんさ。でなんか泣いて許されると思ってたら、マジでそこはやめてほしいけんさ。許されるとか思ってないです。一回さ、ちょっと泣き止むためにもさ、もう外で一回出てったら、空気悪くしすぎ。でも、山田さんが YouTube 撮影入って何回目だっけ？4回くらい、3、4回ぐらい。コンモデル発生でしょ、リズマのね。どうしましょうか。お、こっち来た。どうしたの。出れない。その頭何。はい、ということでドッキリでございました。私だけ。店長も。もう知らないこと途中で気づきました。え、途中で気がついた。いや、なんかニヤつき始めたと思ったけどね、なんかほんとさ、ここで笑うとか、いや、この人たちヤバとかも言ったね。失礼だな、この人たちと思えた。途中でも泣いた瞬間から怪しいな。は、泣いた瞬間から、あ、心ないんじゃない？いや、ほんとそう。いや、なんで俺が悪いみたいなのっておかしいやん。え、あなたの血は何色？途中まではマジかな。そう、マジかなと思って、泣き出した時点で、あ、違うなと思って嘘、嘘髪の毛が頑張ったね。途中からなんか切れモードに入った瞬間が面白くて、こっちは。いや、もう絶対そうだと思って、もう切れ出した。いや、もうめっちゃ当たり強いと思って、リアル感はありました。でもリアル感あった、怖っと思って。騙されました。素晴らしい。そうですね、俺が標的じゃなくてよかった。俺だけが。じゃあ今回は高口店長にはバレましたけど、伊勢山課長にはうまくハマったと。ドッキリ大成功ですね。すごいな。いや、それはもう本当すごいと思った。あ、じゃあ涙流してる、本当にすごい演技、すごいって感じですか。演技すごいって感じ。わあ、心ないです。でも本当にこれが本当だったらやばいです。本当だったらいかんと思って。いやいや、もう確信が持てたからこそですよ。言えた。うん、そうやん。いや、それでこう言ってんじゃ何も言わんなと思ったもん。悔しい。もう分かってるよっていうサインをいっぱいしてるので。
いや難しいですよねやっぱ、うん、こういうところは、うん、では今回ドッキリ大成功ということで終わりました。以上ニコニコアズイタイでした。イエーイ。